マーク・ダニエル・ロンソンは、イギリス出身の DJ、シンガー・ソングライター、音楽プロデューサー。不動産企業家の父、ローレンス・ロンソンとロンドンの作家で名詞の、母・アンデクスター・ジョーンズの息子として、裕福な家庭に生まれた。祖先は、ロシア、リトアニア、オーストリアからのアシュケナージ系のユダヤ人。双子の妹に、DJ のサマンサ・ロンソン、ファッションデザイナーのシャーロット・ロンソンがいる。 保守派ユダヤ教の教育で育った。元イギリス外務大臣のマルコムリフキンドと元内務大臣のレオンブリタンと親戚である。後に両親は離婚。母親は離婚後バンドホリナーノミック・ジョーンズと再婚した。ジョン・レノンの息子であるショーン・レノンとは13歳の時からの親友。バッサー大学とニューヨーク大学を卒業し DJ として有名になった。 1999年には、トミー・ヒル・フィガーの広告モデルを務めている。ロンドンとニューヨークを行き来して生活しており、クイン・シー・ジョーンズの娘であるラシダ・ジョーンズ、ギャビン・ロス・デールの娘である、デイジー・ロー、シー・アンド・ヒムのバックバンドでドラムを叩いている、イギリス出身のテネシー・トーマスらとの交際歴がある。2011年9月に当時は、フランスの無名女優だったダンシャ、男子クレジーで、 スイスの富豪の孫のジョセフィーヌ・ドゥラボームと結婚したが、2017年4月に離婚。2007年、ありがとうございます。